回してくるっと編み編み。初めて編むときはお家にある毛糸を編んで編み機の使い方に慣れましょう。スイッチを平編みにします。ハンドルを半時計回りに止まるまで回します。3本のピンクの針が前に来るようにします。ピンクの最初の針に毛糸をかけます。2番目の針には毛糸をかけません。3番目の針にはまた毛糸をかけます。毛糸をかける、かけないを繰り返していきます。左手で糸を引いて糸のたわみがないようにかけていきます。最後の針は毛糸をかけません。本体に毛糸をかけたら、最後にテンションに毛糸をかけます。ハンドルを半時計回りに回して編みます。ハンドルの回転が止まったら、今度は時計回りに回して編みます。編んでる途中で目飛びを見つけたときは、毛糸を本体から外して最初から編み直してください。編み始めは両端の目が外れやすいので、編む方向が変わるとき、端の目がきちんとかかっているかチェックします。1方向編むと1段編んだことになります。必要な段数まで編んだらハンドルを止めます。毛糸を約5センチ残して切ります。毛糸を切ったら糸口から外します。スイッチを輪編みにします。編む時と同じようにハンドルを時計回りに回します。毛糸が針から外れていきます。編み終わりはかぎ針を使って目を伏せていきます。かぎ針で2目を一緒に拾い、1目を引き抜きます。途中、目が落ちてしまったところは、かぎ針で目を拾って戻してから一目を引き抜きます。全部で15目拾ったら、残った毛糸を編み地に編み込んで、最後に飛び出ている毛糸を切ります。
編み始めの糸を引っ張って編み終わりの幅と同じぐらいの長さに調整します。